イートンはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦米は第一次バーバリ戦争に参戦した将軍、ウィリアム・イートンにちなむ。イートンはメインシューバスのバス鉄工所で建造され、1942年9月20日にメアリー・イートン・フィリップス夫人によって命名、浸水した。1942年12月4日に艦長、 イーエルベック少佐の指揮下収益する。1943年2月6日にメイン州カスコアンを出港し、太平洋での任務に就く。イートンは3月7日にニューヘブリディーズ諸島のエファテ島に到着し、第12巡洋艦船隊と共にソロモン諸島との間の偵察任務に従事する。加えてエスピリットさんとヌーメアからガダルカナルへ向けての船団護衛任務を、 行う。1944年5月22日、米軍は、両41が5月24日にトラックを出港し、カロリー諸島臭い島への輸送任務を行うことを暗号解読により察知したため、イートンはマジュロを出港して臭いに向かった。その後、護衛駆逐艦グレーナー、サンダースが合流して紹介を行い、6月6日には護衛駆逐艦スティーレ、 が合流するが、両41を見つけることはできなかった。イートンは1946年2月8日にニューヨークに到着し、翌月サウスカロライナ州チャールストンに向けて出港。1946年6月21日に予備役となる。イートンは1951年1月2日に D-510 へ監視変更された。12月11日に最終駅し、 1952年5月29日にバージニア州のホフォークで第22個英文艦隊に合流する。最終駅後はカリブ海で活動を行い、1953年の夏には海軍兵学校生を乗せ2度の巡航を行う。1度目はイギリス、フランス、イタリアを訪れ、2度目はハリファックス、ノバスコシアを訪れた。 1954年4月28日にデリー沖で行われる NATO の演習に参加するため出港する。その後はドイツ、ベルギー、デンマーク、イギリス、フランス各国の港を親善訪問し、続いて地中海の第6艦隊に合流、演習に参加した。帰路の途中で SS モーマーケットの生存者4名を救助し、イートンは10月10日に、 ノーホークに到着した。1956年5月6日、ノームのチェサピーク湾においてイートンは戦艦ウィスコンシンと衝突する。この事故で両艦とも大きく損傷し、イートンのバーリー艦長は軍法会議でその責任を問われた。イートンは1957年3月18日から7月26日にかけてアフリカへの巡航を行い、アゾレス諸島経由で、 フリータウン、サイモンズタウン、モンバサ、アデン、マッサワを訪問した。5月の大半は、航海で、作戦活動に従事し、その後スエズ運河を通過し地中海の港を経由し、ノーホークへ向かう。秋には、イギリス海域とカナダを訪れ、その後は1960年まで、大西洋及びカリブ海での活動を行った。イートンは、 第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。